業オタク、まゆちぴです。はい、ということで今日はあざとくて何が悪いのに我らがイコールラブの佐々木舞香ちゃんがなんと指原莉乃さん役で出演したということで、今日はリアクションを取っていきたいと思います。それではスタート。まゆぴぴ、お、実際の体験だ。楽しみにしててください。ちゃんと打ち合わせもしっかりしましたし、台本もしっかり読んでこの通りだったらできました。めっちゃ楽しみ。指原莉乃が出会ったあざとくキュンとさせてくれる誰？2連発。どんな人なんだろう。なんかさしこちゃんのことだからすごい人、なんかすごいあざとい人みたいな気がするんですけど。指原がちょっと気になって。かわいい、まゆかちゃん、かわいい。かわいいって言われてる。かわいい。D が細かい。ありがとうってタメ口なんや。すいません、年下ってこと。かわいい、まゆかちゃん、なにこれ。ネイルかわいい。濁った濁ったって言い方。かわいい、マジで。マイカちゃん。スタジオの DJ 松永さん。松永さんだったら、なんて褒めますか。なんて褒めるなんて褒める雑雑果たして、指原がキュンとした人。何やろう、気になる。何？ CM 挟むの？何ですか？気になる。できた。かわいい。何これ？こんな子いたらもうやばいでしょ。9まで6秒、5秒。4。え？え？あざとくなくない？え？どういうこと？通り過ぎてます。センスいいのかな。引っかかりそう。
誰すごい、かわいい。その方がかわいい。その方がかわいい。え、マイカちゃん来ますよ、また。やば。何？次は誰？こっちは大丈夫。こっちは本当に。こっちは本当に大丈夫です。え、いる。かわいい。ちっちゃい。顔ちっちゃ。かわいい。飲み方かわいい。飲み方かわいい。めっちゃ飲むやん。何？あ、かわいい、マイカちゃん。かわいい。さっきと悪いのに初めて出演したマイカちゃんの演技、そしてサシコちゃんのエピソードを見ていったんですけれども、マイカちゃんかわいい。マイカちゃんみたいな人が飲み会にいたら一発でイチコロですよね。演技も自然だったし、飲み会で飲んでる時のなんかって感じで飲んでるのが本当に可愛くて、ちょっと自分の頭の中で繰り返し再生されてるんですけれども、皆さんは年末この動画をどういった気持ちでご覧になっていたのでしょうか。すごく気になるのでコメントでね感想をシェアしていただけると嬉しいです。そしてさしこちゃんのタイプの方はなんかその好きになった時々に変わるみたいな感じで言われてたんですけど、本当に最初の人と次の人の差がやばくて、ちょっと誰か全然想像がつかないんですけれども、私先日実はツイッターのクラブハウスみたいな感じでフォローしてる方のお話をなんか盗み聞きできちゃうみたいな新しい機能何でしたっけ、それを見たんですけれども、その時に私も大好きなこのあざとくて何が悪いのの番組のプロデューサーの方と山ちゃんがなんか2人で話してるトークのところに入ってたら、忘年会帰りで若干酔い気味の山ちゃんが今回のあざとくてはマジでやばいですって言ってて、サッシーが喋ってた男の人は僕は分かっちゃいましたみたいなことを言ってて、でこれ勘がいい人だったら絶対に分かると思うみたいな、あそこまで言っちゃって大丈夫なんですかって言ったら、その番組の関係者の方が、まあ、事務所から NG は出てないので NG が出ない限りは OK だと思ってるのでそのまま納品しましたみたいなことを言ってて、ってことは結構リアルなところまで放送しとるんかなみたいな、でももしかしたら放送してなくてしっかりカットされてる可能性もあるんですけど、分かる人には分かるって山ちゃんがねそういう風におっしゃってたので、もしかしたら分かる人には分かったのかななんて思います。さらにマイカちゃんがね本当に可愛かったので2022年もイコのイヤーにして
ていくぞ、そんな勢いを感じますし、あの私たちでね、もっともっとこの盛り上げていけたらなと微力ですが思っておりますので、ぜひ、これからも YouTube 楽しみにしていてください。そしてイコノイちゃんを一緒に応援していきましょう。この動画が良かったよと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。まゆぴぴでした。バイバーイ。ガオ。